どうもパーシーチャンネルです。今日は、久しぶりにパーシーストーリーの第32話目になります。ここちょっと見てもらうと分かると思うんですが、実はですね、引っ越しまして、新しいお家で新しいストーリーを始めて今回撮影してみました。前回のストーリーからですね、まあ3週間ぐらい空いちゃったのかな。ちょっと期間はちょっと引っ越しのそのいろんなことで、まあ、バタバタしてまして、未だにですねトップハムハット系はどこにいるかわからないっていう状態なんで、ちょっとね今回のストーリーにも出てこないんですけれども、それでは新しいお家で作った、作品の第1作目となりますパーシーストーリー第32話目、ご覧ください。どうぞ。トビーです。おはようございます、トビー様。今日もいい朝ですね。お腹が空いたなぁ、おいしいものを食べたいなぁ。はい、それでは行ってきます。ディーゼル10、ディーゼル10。俺も行くぞ、イビ。もう一回おいで、カシャ。よし、出発。ヘイ、カモン、カシャ、オッケー。ダンダダンダダダダンダダンダダダ、よいしょ、トーマスタウンにご飯を運ぶよ。ダンダダンダダダダンダダンダダダン、あそこら辺に置いておけばいいかな。よいしょ、もう一個、よいしょ。後で起きたら食べてよね。ダンダダンダダダンダンダダンダ、ディーゼル10、ディーゼル10、ハッハッハ、いただきます。お、お魚だ、いただきます。さあ、踏切を渡るぞ。おっと、その前に確認しないとね。右よし、左よし、オッケー、出発。あ、危なかったね、セーフ。よいしょよいしょ、今日も暑いね、荷物を運ばなきゃ。よいしょよいしょ。お、パーシーだ、なんか運んでるぞ。よいしょ、こらしょ、ぐら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 。うわ、ディーゼル10だ、危ない危ない、やめてディーゼル10。その後ろの食べ物を俺によこしなさい、パーシー。やめてよ、危ないってば。わーっと、アボドーン。なんなのよ、またやっちゃいました。バカだな、ディーゼル10。よし、俺様が全部もらっちゃうぞ。おっと、危ない危ない。おい、クレーンたち、クレーンたち。その貨車に積んである荷物を全部俺のところによこすんだ。へへへ、もっともっと。よし、オッケーオッケー。むむむ、ディーゼルめ、ビッグトーマス、ビッグトーマス、助けてください。ビッグトーマス、ビッグトーマス。
後ろから誰か来るぞ。うわーあわわー、うわ爆弾まである。やめてくれ。やったやった、ありがとうトーマス。ビッグトーマスも Thank you。あら、夢だったのか。なんだかすごい悪い夢を見ましたね。うん、俺もとっても怖かったよ。今日は悪いことするのやめようね。うん、おとなしく家にいましょう。よいしょよいしょ、バイバイよ。本日もご視聴ありがとうございました。面白かったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまたご覧ください。バイバイよー。